いと思います。それではここからくまモンよろしくお願いします。はい、わかりました。さあくまモンね、ダンス踊っていきたいと思うんですけれども、ちょっとその前にくまモンからもさ、人よしのいいところちょっとご紹介します。 OK、 わかりました。じゃあくまモン、ここが人よしのいいところだよっていうとこ1個お願いしていいですか。で皆さんも一緒に考えながら見てくださいね。そっから始まるのね、広く使うね。ガラガラガラ、後付きもちゃんとね、はい、しまして、はいはい、おなんか脱いでるのかな、うんうん、靴下、あ、靴下履いてたんだ、クマ。そうだったんだ、靴下も届かんね、ちょっとお腹のお肉がクマモンさん出てますから脱いで、うん、そしてガラ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 、さあちょっとモクモクした感じのね、お部屋にクマモン全裸で今入ってる感じですね。はい、まずはかけ湯ですね、はい、体をきれいに洗いますよ。はい、さあきれいになりましたら、ゴシ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 、ちょっとくまモンさん、ワイルドすぎますよ、それはここ擦れますよ、くまモンね、摩擦で黒くなりますよ、嫌でしょ、他の人にも迷惑ですから、優しく優しく、あ、ゆっくりとかそういうことじゃなくて、もうちょっとほら品がよくさ、こぎゃーして洗っとる人おらんと思うよ、くまモン。おらす、見たことあります、皆さん見たことある人います、こうやって洗う、ほら誰も手上がらんたい、くまモンね、本当に見た、あ、そうなんだ、夢じゃなくて、あ、そう、でもほら割とこう品がある振る舞いをした方が自分にプラスになることが多いですから、はい、あ、そうですよ、あ、ちょっともう恥ずかしいけど、うん、綺麗におしとやかに洗いましょう、はい、そうです、おほほほほほ、洗いますわよ、おほほほほ、はい、そんな感じでお願いしたいです、ぜひ、はい、そしてちょこん、暑いね、くまモンね、さあいざ湯船に入りまして、あー疲れが吹き飛ぶね、くまモン。さあ皆さん答え分かりました、せーので言ってみます、いきますよ、せーの、温泉、はい、正解。さあ人吉の温泉でございますね、くまモン、ね、温泉いいところいっぱいあるもんね、はい、熊本のですね、温泉は美人の湯と言われております、はい、入ったらですね、本当に化粧水つけてないのにつるってなるもんね、美人の、私は見たらもう美人の湯っていうのはもう一目瞭然だと思うんですよ、はい、違いますか、なんでそんなことない、もう今から行ってこいって温泉、なんでひどかね、くまモン、なんで今日調子がいい方よ、もう早く行ったがいいって、なんでひどか、もうそんなことないよ絶対ね、え、私自信があるから自分にまあそれはいいとして、そう本当にね、お肌がツルッツルになりますよね、くまモンね、そうなんですよ、ぜひね、人よしね、ちょっと福岡からは距離がありますから、疲れた体をね癒すのに絶対ぴったりだよね、くまモンね、はい、ぜひね遊びに行ってみてくださいね、はい、じゃあ以上、人よしの温泉のご紹介でした、ありがとうございます。